ます。として、収録されている曲です。今日お送りした中で新曲はモーニングスタートという2曲目に歌った曲も、新曲として収録されています。秋葉原で歌うのもアルバムが発売して今日が初めてになりますが、この曲で最後にはなるんですが、お送りする曲はデビュー曲として発売されていました、ブルーブルーという曲がありまして、そちらをアルバムの、発売にあたって新しくアレンジの方も浦安さんという、ラジオ局がありまして、そちらで、番組の方を毎週月曜日の夜の10時から10時半まで30分間時間の方をいただいて現在放送しています。では、西田恵里のアルバムエリーズコレクションをぜひ聴いてください。よろしくお願いします。